というふうに呼ばれているそうなんです。イギリスメディアによりますと、組織内でビートルズというニックネームがついているそうで、パキスタン系のイギリス人グループのリーダー格だそうです。で、実際にさらに詳しいところが今日の読売新聞に載っていたんですけれども、こちら、イスラム過激思想に染まり去年シリアに渡った人物で、かつてロンドンに